手伝い今日は、はい、今日はお手伝いチャンネル、お手伝いチャンネルになっちゃった。そう、今日はですね、むねくんが日頃ママのお手伝いをしてくれてるのをせっかくなら撮ってみようと、まず伐採棒のやつをまあパパと外しちゃうね。そうだね、はい。今ね、水道ね、蛇口から飲まないでみんな水筒持ってくんだよね、うん。で、むねくんがいつも洗ってくれて、だいたいママが横ですすぎをするっていうのが決まりになってますね。今日はね、フライパン落ちるのと大きいの2つあるね。なんか お湯の方がね、落ちる感じするけど、でも暑いからなかなか使えないよね。ここがちょっと縁がまだですね。もう一度ね、ですね、猫の手よりむねちゃんの手ですね。よし、どうぞどうぞやるの。はい、すみ笑い、怖い怖い、刺さりそう。はい、OK。 あとこれとこれ、手元が見えないね。手元映すと、こんな感じです。むねちゃんたまに覗いて。いい感じだね。洗ってます。はい、洗います。むねくんもずいぶんちっちゃい時からね、お手伝い手伝ってくれてね、お手伝いが習慣になるといいな。お手伝いっていうか、これがお片付けが習慣になるといいなと思ってたんだけど、いや、もうしっかりむねくんはそれが根付いてる感じしてますけど、いやだって言いながら手伝ってくれちゃう。あ、これちょっと後ろ気持ち悪い、ベタベタしてる。はい、はい、よいしょ。大きいフライパン来た。うちで一番横幅があるフライパンですね。はい、うん、これ結構時間かかる。かけ、もういいでしょ、そんだけあったら。むねくんと二人でやると早いよね。じゃあそろそろこっち向けから、むねくんも。これで、でママの包丁洗ってフィニッシュかな。じゃむねはお風呂洗いだ。はい、お風呂洗いに行きます。はい、ね、あとはママだけの撮影となるのでちょっと寂しいですが、どういうことよ、失礼な。最後にむね出ますのでお楽しみにしてください。ねえ、ママじゃ退屈だろ。続いてむねくんがお風呂洗ってくれてます。はい、ここ一番難しい。むねくん、もうここ覚えちゃった。覚えたよ。うん、じゃあ今言うね。え、言うの、いいよ。 C1 が C、C2 が C、C32、ピンポン。 5H が5、5に15、3、ピンポン。 6H が6、6に12、ピンポン。 C1 が7、7に10、4、ピンポンピンポンピンポン。 8H が8、8に15、ピンポンピンポンピンポン。9、1、6、9、2、8、9、3、2、7、9、3、16、5、4、15、6、6、5、10、4、9、7、6、13、9、8、9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 、
シュワ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 ってするんだよね。じゃあ入ろ。一人で入る？一人で入る？どうする？なんで一人？一人で入る？うん。オッケー。寂しいじゃないの。いいの。むねくん、隅々までね。足の裏にさ、何もさ、違和感がなくなるまでだよ。うん。うん、ペタペタ歩いて、なんかついたら嫌でしょ？いい感じ。いい感じですか？モネくんいつも歌歌ってるじゃん。自分でなんか歌作ったりしてるじゃん。短っ。あっという間に終わっちゃった。ウネラがでも目線がね低いから、大人がしゃがむよりは、うん、腰が楽なはず。あ、あー本当だ。探してたやつ。よかったね、見つかって。そっか、電化製品は電化製品でそっちまとめたんだった。そうだそうだそうだ。そうでしょ。そういうのちゃんと静電気とかでちゃんと掘り取れるようになってるんだよね。ある程度でいいよね、くん。毎日のことなんだから。大掃除じゃないんだからさ。ハネはママみたいに適当じゃないですと。悪かったな。ピカピカになりましたね。ありがとう。前のじゃないよ。前日撮影したのはでしょ。前日撮影したのはお掃除チャンネルでした。お掃除チャンネルでした。ぜひチャンネル登録よろしくね。ついてるグッドボタンもタッチ、うん、コメントも必ず返します。ぜひともください。コメントもよろしくね。ね。